世界のホームラン王王貞治が始球式のマウンドに向かいます。 ON 対決として今このピッチャーとして王貞治さんが向かいます。さあ長嶋茂雄選手が今バットを手に打席に向かいます。まあ、こういった形で両者がマウンドでそして打席で相まみえることはありませんでした。 ON 対決始球式、さあどんなボールを投げるか王貞治、打ち返すか長嶋茂雄、気合入ってます、気合入ってますね、もうこれは打つ気満々ですね。大阪が治療いたしました。さあ ON です。おーっと、おー見ました、振らないです、一球で終わらない、一球で終わりませんでしたね、終わりませんでした。おーっとこれもバット止まりました。打点が分かってますね、見せますね。3球目、おーこれはここも止まりました。王さんも次はどんなボールを打って、ボールは転がっていきました、打ち返した長嶋茂雄、そして4球投じました王貞治、今ホットボールまで下ろすような ON の表情があります。さあ有料となります。ですから今高校のセリーグ先行、今この打球はどうだ、超えるか、わー超えたー、和田の一発が出ました。なんとこの場面で同点のツーランホームラン、最終回というこの6回に一発が出て同点です。今この打球はどうだ、超えるか、これでまたパリーグ先行となりますと追う次の6回の裏はセリーグ最終回になります。確かに今別のチームになってますね、もうね、だからベンチもね、最初はこう和気あいあいだったんですけど、はい、いつの間にか勝ちに行くぞって言ってますからね、はい、この後どうするんだとか、あーとこの辺りはライト方向に伸びて、あーっと入りましたバッタリ山本さん、小笠原この回逆転のツーランホームラン、なんとこの回日本のツーランホームラン、このパリーグらしい長打が迷宮回対決でも出ましたね。ライト方向に伸びて、おーっと入りました